今日はね、本当に政府のデジタル政策は大丈夫なんだろうか、まあ、こういう視点で聞きたいと思うんですが、今ですね、局長からのお答えは、新規感染者数、陽性者数は都道府県のホームページの公表情報を収集している。つまり、私昨日聞いたんですけれども、夜の、まあ、12時を過ぎた時点で委託した会社の、その従業員さんがですね、全部の47都道府県のホームページを目で見て目視をして、そして手でそれを集計してですね、新規感染者数を出している。いや、ちょっとびっくりしたんです。これ手で、いまだにですね、手作業で感染者数を、まあ、集計しているということは、例えば厚労省が出している PCR の検査数とかね、入院とか退院の方の数や死亡者数も、まあ、合わせてこれはホームページで都道府県のを見て集計されているということでよろしいですか？その通りであります。死亡者数、陽性者数も含めた新型コロナウイルス感染者、感染症の感染症情報について同様に、集計しております。まあ、去年の今頃から、感染者というのは出てきて、で、まあ、ハーシスなんかも入ったので、デジタルで集計されているのかと思いきや、いまだに手作業だ。総理、この事実を知っておられましたか？このコロナが、コロナが発生をしてからずっとそのような集計をしていることは承知しています。デジタル頑張る以前のこれ問題じゃないかなと、ちょっと衝撃なんですね。で、じゃあこのハーシスなんですけれども、いや、これね、本来ハーシスでできるものだと思います。で、それができてないんですが、このハーシスについては今どれぐらいお金がかけているのかということについてお答えください。止めてください、止めてください、はい、答弁席は早く止めして、しっかり答えてください。はい、直近の契約で、12月18日付の契約金額では合計で12億円であります。はい、ちなみにハーシスについてもう少し説明したいんですけど、よろしいでしょうか？いや、いいです、いいです。よろしいですか？大辻かな子君。はい、今までにハーシス、まあ、去年の5月からですね、12億かけて運用してるんですね。でも、例えば東京都では800人感染者数が漏れていたと、ハーシスに入力できていなかったと。これね、まあ、現場にとっても実はハーシスが使いにくいっていうことじゃないかなと。もう政府のデジタル政策本当に大丈夫なのか。実際というと、まあ、このような、まあ、ココアとかハーシスもそうですし、雇用調整助成金の、サーバーがダウンしたりとかですね。で、いまだに感染者数を、まあ、手作業でやっていると。いや、本当こんな状態で今日からワクチンは先行接種するというのが始まってて、そこでもまた V シスというシステムがあったり、マイナンバーとね、紐付けるとか、本当に大丈夫なのかなというところが私本当危惧をしております。で、今ですね、政府がさらなるアプリを開発しているということをお聞きをしました。オリパラに向けて、観客向けのアプリを、まあ、今開発していると。で、このオリパラ向けの観客向け、アプリ一体いくらなのか。アプリ等の開発等にかかる契約等の金額でございますが、アプリの開発に加えましてデータ連携基盤の開発、ヘルプデスク等のサービスセンター構築費など複数機能の開発運用保守を含めまして、税込み総額で約73億円となっているところでございます。お辻かな子君。このですね、オリパラ観客向けアプリ、今、答弁いただいたように73億1500万、まあ、私契約書を、いただいたのでそうやって書いてあるんですね。で、今ココアが 3.9 億円でした。つまりココアの約20倍がオリパラの観客等向けアプリに使われてるんですね。総理、この73億ってご存知でしたか？全体の正確な金額については承知しませんでした。はい、これね、ココアに比べて、まあ、ココア1億2000万全員のところですよね。それに比べたらなんかえらい大きい金額だなと思うんです。で、どんなアプリなのかということを、時間ないので簡潔にお答えください。アプリでございますが、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の観戦を目的に海外から入国する観戦客の健康管理のため開発するものでございます。このアプリを通じまして訪日する観戦客に入国前から出国後まで継続して健康管理を行っていただき、また関係機関が本人への問い合わせや競技会場への入場制限を行うことで感染拡大防止に資することを目的としているものでございます。まあ、無観客が言うているときに観客向けアプリをやっている、それも海外から。
これ対象者は何人ぐらいですか。と契約上の想定でございますけれども、はい、120万人ということで民を想定しているところでございます。はい、この使用書ですね見ると、海外から80万人の観客、40万人の選手団と関係者が入って、まあ、120万人ね海外から入ってくるためのこれアプリなんです。ところが、オリパラ組織委員会の前会長の森会長もですね、もう無観客も視野にという話してますよね。総理、これ無観客という場合はこのアプリ一体どうなるんでしょう。いや私総理に通告してますから。通告してるんだ。総理、通告してる。はい、分かった。じゃあまず、ますと選手につきましてはオリンピック・パラリンピック合わせて、選手は、最大で1万5千人程度ということになっております。また海外の観客についてでありますけれども、国、東京都大会組織委員会によるコロナ対策調整会議におきまして実効的な対策の検討を進め、昨年12月に中間整理を取りまとめました。その中で中間整理においては外国人観客の感染症対策として感染症の専門的知見も踏まえつつ具体的な措置やアプリ等の導入の検討を進めるということでありますけれども、この観客につきまして海外の観客等国内も含めてでありますけれども、観客についてはこの春までにさまざまな状況を踏まえて専門的な知見を結集してしっかりと進めていく準備に今取り組んでいるところです。答えがずれてるんですね。私は無観客の場合にこのアプリはどうなるのかということを聞きました。はい、オリンピック・パラリンピック以外の場面での活用、ここも視野に入れてですね、今開発を進めてまいりたい。この使用書や契約書には書いてない話ですよ。それに先ほどですね、橋本大臣がいや選手は 1.5 万人なんですということで言われました。じゃあ無観客の場合ですよ、このオリパラ観客等向けアプリは 1.5 万人の選手のためだけにこのことをやるんですか。でその後なんかやると言ってますけど、まだそれはですねこの使用書には何もない状況です。で実はこのアプリの問題点はそれだけじゃないんです。このアプリの問題点は実は使用書にはこう書いてあるんですね、14日間の入国の待機はなしでいいんです。このアプリ入れたらですね、これもう本当紙アプリだと思いますよ。14日間の入国待機なし、ワクチン接種も必要ない。これ私危なくないですかね。世界中からもしこれ来られた場合にですよ、変異株の流入のリスクもありますし、まあ、市中感染さらに広がるよう恐れもあります。ちょっと GoTo トラベルのようになってしまわないか、まあ、テニスの今全豪オープンでもね、選手たちが2週間足止めになったり前哨戦も試合が中止になったりしてるんです。そこで、本当にこれで感染が防げるのかという観点で聞きたいと思うんです。橋本聖子国務大臣。はい、東京大会における外国人観客の取り扱いについては、コロナ対策調整会議で取りまとめた中間整理でにおきまして、入国時点の外国人観客の安全性を確保するため十分なスクリーニングを行う仕組みとする、そして入国時に外国人観客に適切な行動管理、健康管理を求める仕組みとするとともに、感染またはその恐れがある場合に当該ケースを迅速に把握し適切な隔離など医療面の対策と対応等が行われる体制を構築するなど実効的な仕組みとする、各国の感染症状況を踏まえて2週間隔離の維持も含めリスクに応じた適切な防疫措置を講ずることと考え方を提示しております。この契約書と使用書には入国後14日間の自宅待機は事実上困難だからこのアプリを入れる必要があると言っているんですね。確認ですけど、この紙アプリがあったら待機なしワクチンなしで入国できるということでよろしいですか。整理取りまとめをしているところですけれども、コロナの分科会あるいは、コロナ感染症対策の、調整会議の中で、専門的な知見も踏まえながら国内外の感染
染状況も踏まえて、今後、海外の観客について、今、3月春までに決定をするということで、今、検討中であるということです。お辻かな子君。今、いろんな状況が考えられる中で、この道しかないみたいな形で、アプリ開発に前のめりになるって、本当、危ないと思うんですね。国民の安全や健康が後回しになるとか、今までのデジタル政策を見たら、これ、私、無駄遣いになるんじゃないかと、本当、心配しているので、これからも追っていきたいと思います。次にですね、オリンピックと、多様性のことについてですね、少しお話をしたいと思ってまして、東京大会どういう形になるのか、ちょっとそれは置いておいても、この大会を契機に、日本が本当に多様性のある社会に変わる、そんな契機になってほしいと私は切に願っています。というのも、私はですね、レズビアン女性の同性愛者の、当事者であります。日本で初めて同性愛であるということを公表し、そして政治家に、政治の場に居続けているということです。で、ずっと議論でですね、多様性と調和という話を聞いているたびに、その多様性に本当に LGBTQ のことは入っているんだろうかということを疑問に感じております。そのことについてお聞きをしていきたいと思いますが、私自身も例えば府議会議員としてカミングアウトをしたときはですね、実名で公表するということは、私にも家族、父や母がいます。そうすると、いきなりですね、自分の、娘が、レズビアンの娘を持つ父になり、レズビアンの娘を持つ母になり、地域や職場でなんかまるで悪いことをしたかのように、本当に小さくなって生活をしなければいけなかったとか、当事者自身もこの日本社会で生きていくというのは本当に厳しいものがあります。カミングアウトをね、実は多くの方はできていません。それはなぜかというと、やはりそれによって何かしら差別があるんじゃないかとか、そして何よりもまずこの日本社会においては、自分自身が当事者かもしれないと思った人たちは自分自身を受け入れられないんですね。自己否定、そして自分はこんな、自分は一人なんじゃないか、この社会の中でという中で、本当の生きづらさがあって、例えばですね、ゲイ・バイセクシャル男性で、自殺考えたことあるという方、7割いるんですよ。自殺しようとした人の割合も 14%。でも、この国会はどうかというと、LGBT は生産性がないというような投稿をしたり、LGBT ばかりになったら、国が潰れるとか、そういう発言をされるんです。否定されながら生き続けることがどれだけ辛いか、総理わかりますか。だからこそ、このオリンピック・パラリンピック大会を契機に、あなたの居場所がここにあると言いたいんです。そうするためには、やっぱりですね、私、法制度必要だと思うんです。同性婚や LGBT に対する差別解消法、これ全くない状態になっています。で、まず総理にお聞きしたいと思います。総理、私2年前に、官房長官だったときに、同性婚の話をさせていただいたときに、想定をしていないという、お答えいただいたかと思います。なので、それを前提にお聞きしますけれども、例えば総理のお子さんやお孫さんが仮に当事者だったとして、同性のパートナーと一緒になりたい、結婚したい、そう言われたら、総理は何とお答えになるでしょうか。そうした方がいらっしゃることについて、私も承知をしておりますが、仮に、自分の家族というんですかね、そういう状況にあったとしても、当事者双方の性別が同一である婚姻の性質を認めることは、まだ我が国では憲法上これ想定されてないわけであります。そういう中で、同性婚を認めるか否かについては、我が国の家族のあり方の根幹に関わることでありますので、極めて慎重な検討をする必要があるだろうというふうに思います。ということなのか、受け止めないということなのか、どちらでしょうか。仮のことについてお答えすることは控えますけれども、非常に複雑な心境の中で、やはり検討に検討を重ねる、そういう立場になるだろうというふうに思います。複雑な心境、実はそういう複雑な心境になっている当事者はたくさんいます。で、そしてその当事者がこの国で生きてもいいんだと思えるためには、平等な権利が必要で、オリンピック・パラリンピックはそれを実は日本政府に求めています。根本原則、オリンピズムの根本原則にわざわざ性的指向が入ったのは、そういうですね、 IOC の意味があるんだということをもう一度かみしめていただきたいと思います。